皆さんこんにちは。私は今ニューヨークにいます。あ、間違えた。その前にこんにちは、留学生のメユです。私は今ニューヨークにいるんですけど、はい、見てこの自由の女神、どこに映ってますか？今日は自由の女神 Vlog と見せかけて実は違くて、なんでこういうことをしてるか、今から何をするかっていうと、一回座りますね。ニューヨークとかここでいろんな旅に行くと船があるんです、ここには。そう、ニューヨークとかいろんな旅に来るとホームレスの方とか、一生懸命物を売ってる小さい子供とかを見ることが多くて、そういう人に対して私はいつも何をしていいのか本当に分からなくて、無視をしてしまうっていうか、もう本当に話をかけないでほしいっていうか、正直な話で怖いみたいないうことが本当に多くて、で夏にメキシコに行った時にもうそういうことがあって、で小さい子供がレストランで食べてる時に物を売りに来た時に、やっぱり何をしていいか分からなくて、見て見ぬふりをしました。自分のお家に帰ってきた時に、なんかあの時になんかしてあげればよかったなとか、すごい後悔をして、後悔をしました。なので今回の旅は何かをしようと思って、やばい、めっちゃトラック来る。本当にこういうことをするのが初めてで怖いし、でも今は12時13分なので、まだお昼なので多分少しは治安いいかなということで、ホームレスの方にもし出会うことがあったら渡したいと思います。本当にどうなるかわからないけど、夏にメキシコ行った時に本当に後悔したので、今回は少し行動をしてみようと思い、その記録っていうか私の成長っていうか、今年の2021年を終わる前、まだね12月29日あと29、30、3日あるので、ちょっとやりますということで、皆さんついてきてくださいね。どんな動画になるか本当に分かんないけど、はい、行ってきます。Thank you. I bought this one. Do you want to eat? It's all right. You're good? What do you want to eat? Do you want coffee? Yeah, just coffee. I can get you coffee. Over there. $2, big coffee. You want two coffee? Thank you. Okay. It's $2. $2, okay. Thank you. You're welcome.ということでコーヒー買ってあげました。そこが一番安いっていうので、ミドルのコーヒーでいいということでコーヒー買ってみました。There you go. Thank you. How long have you been in New York? How long have I been in New York? Yeah. All my life. All your life?Good day. You too. You said you need tea? What did you do with the tea? You said you just... What did you do with the tea? Did you say no? Why, where'd you put the tea? No, it's in there. Why? No, I haven't got it. I saw you holding it. Yeah, that's not... That's coffee. Is that tea? No. No, thank you. Okay, sorry. Hey. ということで、ホテルに戻ってきました。
ホームレスの人にも選択肢があるっていうのは当然のことだし、私がね勝手にこうやって何かありますかってとか、そういう小銭とか募金っていうか寄付っていうのもただの本当に自己満だと思うし、でもメキシコに行った時にやっぱりすごい後悔したから、今回の旅では何か違う選択をできたらなと思って今回こういうことをしてみました。夏にその教会の慈善活動ボランティアみたいなのに参加させてもらった時に、そのホームレスシェルターみたいなところをお手伝いをすることが1週間あって、でその時にやっぱりホームレスの方とお話をした時とか、もともとホームレスだったけど仕事を持って生活をしている人とかと話した時に、薬とかドラッグとかで頭が普通の正常の脳の動きをしないっていう人とかもいるのも分かってるし、もしそういう人だったらお金をあげたらまたドラッグとかに使っちゃうかもしれないっていうの分かってたから、やっぱりなんか物を渡したかったっていうのが一つあったんだけど、でもやっぱりもともと家族がそういうホームレスだったっていう人がいて、そういう家庭で生まれたっていう人がいて、なんか、なんか、本当に、なんか自分はこうやって留学とかできる環境でいて、生まれた家族によってそんな人生が全然違うっていうのがやっぱり本当に現実としてあったから、今日はこういう行動をとってみました。今回の旅は何かしたいっていうただの自己満でしかないし、これで何かね世界が変わるとも思ってないし、やっぱりニューヨークとか留学ってキラキラしてる世界、キラキラしてる世界もたくさんあるけど、そういう苦しい部分とかこういう実際に目をそらしたくなるような出来事とかもたくさんあるけど、もちろんそのアメリカ人の友達の Vlog とかそういう楽しいこともたくさん発信していきたいけど、こういう今の私の感じた気持ちっていうのも残しておきたかったので、今回はこういう風になりました。以上、2021年今は12月29日、今年も1年皆さんお疲れ様でした。そして155人の登録者数の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。